こんにちは、サボテン大好きデモジさんです。今日はサボテンではなくアガベをやってみようかなと思います。結構久しぶりですよね。アガベあるいは、まあ、アガベどっちか、ちょっと発音がね、なんか昔から私はアガベって言ってるんですよね。でもなんか最近のブームというか、まあ、皆さんの、まあ、動画ですとか、まあ、いろんな文脈を聞くにつれて、まあ、アガベという、まあ、発音がね主流派になってるんだろうなっていうことで、私も心を改めまして、今後はアガベというふうに発音していきたいなと思うんですけど、まあ、昔の癖でアガベと言ってしまうかもしれませんので、そこはまあご容赦。今日はねアガベをまあやっていくということなんですけど、まあ、何をやるかなと思っていまして、まあ、一番ね、まあ、人気があるのがまあ、ご存知のチタノタとかね、オテロイとか、まあ、そういうやつ、それのまあ園芸品種というか選抜品種がまあ一番人気なんで、まあ、それをやっぱりやっていけば一番いいんですけど、まあ、それはねこの間もう植え替えてしまったので、今日はここにある2種類のアガベをいじっていきたいなと思います。1つ目はこちらですね。こちらはホリダ、アガベのホリダというやつですね。でもう1つこちらにあるのがちょっとレアな、あまりこう聞き慣れないかもしれないですけど、アガベのピンチラという笹の雪系のね、葉に白いこうストライプというか模様が出てくると、そういうタイプですね。しかもこれ結構新しい原種なんですけど、新しい種なんですよね。最近まだここ10年ぐらいじゃないですかね、論文学術記載されてまだそれほど時間が経ってないというアガベのピンチラですね。そのまあホリダとピンチラ、まあね、セミの鳴き声が皆さん聞こえますでしょうか。まあもう夏、梅雨明けちゃいましたね。この間動画で雨がね多いとか、じとじとじめじめとか言ってたのが打って変わって、もうすっかり完全に夏モードということで、温室の中、今まだ午前中早い時間なんですけど、まだ日が差してきてね、もう暑いということで、おそらくこのままダラダラやってると iPhone で動画撮影してるんですけど、高温障害でね止まっちゃう可能性もあるので、まあちゃちゃっとやっていきたいなと思います。それではご覧ください。はい、それではまずアガベの、ホリダですね。アガベのホリダ、サブスピーシーズホリダということで、ホリダの亜種のホリダということで、まあ、ホリダにも多分いろんなペロテンシスとかなんかいくつかあった気がするんですけど、その中でも、まあサブスピーシーズのホリダという株ですね。ちょっと見てもらいましょうか。じっくりご覧ください。すごいですよね、数が半端ない。これはね、いくつ巻いたのかな、100粒ぐらい巻いてるかなと思うんですけど、まあ見事に発芽をして、このような状態になっているということで、これは2019年の4月の21日に巻いて、まあおおよそ2年プラスアルファということで、2年ぐらい経った苗ということですね。毎年植え替えればいいんですけど、まあこの状況を見て、まあ分かる通り、まあサボったということですね。じゃあちょっと抜いていきましょうか。ざっとほら、鉢の裏がこういう状態で、もういくら振っても抜けませんね。とはいえちょっと強引ですけどやりましょう。はい何ですかねこれ、すごいですね。お弁当箱みたいな感じですね。ものすごい量ですね。ほらこういう感じですね。まあもうちょっとむちゃくちゃな量ですよね。はい、それでちょっと数がありすぎるので、とにかく、バラバラにしていきましょう。そしてこうやってねバラしていきましょう。はい、数があるんでもうあまり一つに時間かけるなんてことはできないので、どんどん抜いていきますよ。結構大きいですねこの苗ね。どんどんいきますよ。でちょっと作業系の動画でね、同じようなシーンが続くかもしれないので、そこは適宜はしょってもらって早送りしてもらった方がいいかもしれませんね。はい、こういう感じですね。なかなかこの葉のね
挙手がいい感じじゃないですか。将来有望な株もたくさんありますね。で、全部をやっぱり生かすというのもやっぱりちょっと数が多すぎるので、最近よくやってるのが40鉢だけ選抜して、これすごいでっかいですね。ほらね、でっかいですね。40鉢取り選抜して、あとはもう寄せ植えで育てるということをやってますね。まあ、やっぱりできれば特徴があるやつですね。しっかりこう詰まった感じで、どうしてもやっぱり私はドワーフな感じの詰まったような株が好きなので、まあ、そういうものを集めて、まあ、選抜していきたいなとは思いますね。まあ、いわゆる未生選抜というような作業をやる動画というふうに思っていただいて、気持ちが悪いですね。何かこう虫みたいなものがいますね。これ触りたくないですね。なんかいますね。気持ち悪い。なんかね、これ今だいぶ綺麗でもないんですけど、状態になってますけど、もともとちょっと蜘蛛の巣だらけで、ちょっとやばい状態でしたね。その動画を写真でも撮っとけばインパクトあったんですけど、あまりにも気持ちが悪かったので、撮ってしまいましたけど、こんな感じですね。成長は様々ですね。大きく育っているものもあれば、あまりこういう小さいものもあったりして、様々ですね。はい。いろいろ個性はありますね。大きいものはね、こういうふうに大きいですよね。ポリダっていうのはね、皆さんどうですか？私も、まあ、好きも嫌いもはないというかね、よくわからないで、一時期ね、まあちょっと狂ったようにと言っちゃ語弊があるかもしれないですけど、もうものすごい種類を撒いてた時期がある。それがまあ2019年なんですけど、まあアガベか。アガベと名が付けば何でも育ててみようということで、やたら種を撒いてた時期があるんですよね。その中のまあ一つということで、特別にそのフォリダがまあ好きでやってたというか、まあ、結果的にホリダが残っているという感じですね。他にもたくさん様々な原種のアガベを撒いて、それが今でも同じようなこういうポットが、まあ、たくさんあるんですよね。ただもうそれはもう正直、まあ、場所もないし時間もないしということで、そのまま放置されていると、まあ、数年後にまあ意義、まあ、そのままね元気に、先ほどみたいな寄せ植えの状態は、まあ、コミュニティポットっていうんですかね、まあ、寄せ植えということなんですけど、まあ、コミュニティポットの中からいい状態にね、数年後に残っていたものはまた鉢上げしていこうかなとは思いますけど、まあ、正直たくさんあるアガベ、原種のアガベを今、個別にフォローすることがちょっと回ってない状態だなということでね、かわいそうではあるんですけどね。はい、こういう感じで、まあ、ざっと全部抜いてみました。こういう状態ですね。すごいですよね。やっぱり数がね、何株ぐらいあったですかね。もう数えるのも嫌になっちゃうよということ で、こいつをねちょっと選抜していきましょうか。良さそうなものを、そうなものと言ってもよくわかりませんが、まあ一応こういう、まあこういうタイプですかね。やっぱりこう全体的に上にこう、ヒューンと伸びるというよりも、やっぱり高さが抑えられて横に広がるような、そして、葉の肉厚なタイプとかね、そういうものがまあ好みかなということなので、まあこういうやつとかね、ちょっとこう全体的になんかこの辺が丸っこいようなイメージのものとか、やっぱりあとこの葉のね、挙手が、強烈なやつ、例えばこういうやつですかね。このトゲがね、やっぱりこう電子っていうんですかね、連なるようなとか、まあそういうのがまあいいんですかね。まあちょっと正直アガベの世界はあんまり詳しくないんですよね。見よう見まねで、まあ種はいっぱい撒いてますけど、その園芸植物としてのアガベについてはほとんど造形がないんで、今どういうものが流行ってば、どういうのが評価されてるのかっていうのはちょっと正直わからないんで、まあむしろ教えてほしいなという、最新のそういう園芸事情について、教えを皆さんから、いただきたいなと思いますけど、これなんかいいんじゃないでしょうかね。コンパクトで肉厚な感じがちょっとそういう印象がしました。まあ、ちっちゃいうちなんで、まあどういう今後ね、どういう風に成長していくかっていうのは全然未知の世界かなとは思ってます。ちょっと集中してやりましょうか。数が多いんで、じゃあちょっと後ほど出来上がった時にまたお話しますので、ちょっと中断します。はい、ということで、選抜が終わりました。こういう感じでね、選抜をしましたよ。とりあえず40鉢分を取りました。40本ですね。選抜の基準としてはやっぱりギュッと詰まってる
タイプと、あとはやっぱりトゲにね、少しこう何か個性的なものとか何か感じるものがあったかっていうぐらいですかね。厳密なその評価基準とかなんとかっていうものは全然持ち合わせていないので、まあ、とにかくなんかちょっといいなと思ったものを自由に自分の感性で選んだという感じですね。じゃあ植え付けていきましょう。使うのはこういうね、まあ、ちっちゃい苗なので、こういう 2.5 号の長めのね、深めの、まあ、スリット鉢ですね。これ結構ね安いですし、あの柔らかいんですよね。こうまあ育苗用のやつなんで、全然見た目には全然良くないんですけど、まあ見た目は良くないですけど、機能性はバッチリで、あの水はけもいいですし、あの柔らかいんでね、こう苗があの、まあ、苗の性格というか、それぞれに個性があるじゃないですか。成長が、まあ、激しいもの、すごく成長するものとか成長しないものあるんですけど、まあ、成長に伴ってこう変形してくれるんですよね。根の動きに、まあ、見合って、まあ、膨らんだりこうあのよじれたりとかね、そういうことを自由に、まあ、してくれるんで、まあ、苗にとって優しいんじゃないかなということで、まあ、成長もすごくいいような気がして、私はこういうのをねよく使ってます。でまずこれからいきましょうか、この苗。はい。で用土は、まあ、アガベなんでもあのいいので、あのものすごい強い植物なんで何でもいいと思います。まあ極端な話、野菜用の、あの土とかそういったものでもねいいと思いますので、まあ普通の園芸用の培養土にをちょっと赤玉加えたような、その程度のブレンドのものでいいかなと思います。まあ鉢のタイプとかにもよるんで一概には言えませんけど、こういう水はけのいいタイプのポットであれば、まあ本当にこういう培養土で十分かなって気がしますね。はい。そしてまあこんな感じで一株できました。これをねひたすらやっていくということで、化粧砂を、まあ、化粧砂をするかな、どうかなって感じですね。まあ、しましょうか。というのも、あの化粧砂をすることで、あの雑草がね、まあ、ちょっと生えにくくなるというか、生えてもすぐ抜きやすいんですよね。で水やりの状態も見えるんで、まあこれはあの標本でも何でもないんですけど、まあ一応そういう他の効果も狙って、まあ、表土にちょっと赤玉を敷いてみました。次どんどん行きましょうか、たくさんあるんでね。次これ行きましょうか、この苗で根を、まあこれね旺盛に根がありますけど、まあ根を整理してもいいんですけど、整理してもしなくても結局アガベなんで何でもいいかなって感じですね。まあとにかく、あの何回も申してるかもしれないんですけど、アガベっていうのは本当にこう最強の植物じゃないのかなという気がするんですよね、個人的には。でまあ正直もう鉢なんかも何でもいいっていう気もしますし、あの用土も何でもいい、まあ、水あげてもいいしあげなくてもいいみたいな。で、まあこうやってね下葉がちょっとあの枯れてたりするんですけど、別にこんなものも整理してもいいししなくてもいいって感じですよね。要するに親はなくとも子は育つというような、まあ、そういう植物じゃないのかなという気がしますね。園芸とかね、こういう多肉植物とかあのやる人の入門としては本当にいい植物。やっぱり始めたばかりの頃ってどうしてもやっぱり失敗する面もね、あの多いと思うんですよね。水やりとか置き場所とか、まあ、私は未だって本当にあの20年近く園芸やってますけど、未だにやっぱり失敗することなんか本当に日常的にあって、まあやっぱり心が痛むわけですよね。失敗すれば自分が育ててたものとか、あの栽培をはたいて買ってきた植物が、まあ、一夜にして枯れてるというようなことっていうのはまあまああるんですよね。やっぱそれって悲しいじゃないですか。で、その点ね、アガベっていうのはまず枯れないですよね。あの一夜にして枯れるなんてことはまずありえない気がしますね。本当に何ヶ月にもわたって水やりをしないでほっといたとか、まあ、本当何ヶ月経って本当に何ヶ月ですよ。あの半年とか1年とかそういうレベルであのネグレクト状態にあればさすがに枯れることもあるかなと思うんですけど、そんな1ヶ月やそこらあの放置していたところで何も変わらない。現にこの寄せ植えもまあ、2年経ってますけど、ほとんどメンテナンスらしいメンテナンスはしてないですよね。忘れた頃に水をちょっとかけてっていうぐらいで、水をあの上げすぎるのは良くないかもしれないですね。
ほとんど、まあ、本当に水をねあげないで放置しておく分には何も問題ないかなっていう気がするんです。だからなのでまあそういった意味で、まあ、ビギナーが枯らすことによってその園芸を嫌いになってしまったり諦めてしまったりとかって、そういうね挫折が多分アガベっていうのはそういう失敗とか悲しい思いすることがほとんどないんじゃないかなって気がするんですよね。で、おおむねどのアガベについても耐寒性もありますし、もちろんね、これだけ肉厚の葉で自生地が本当に過酷な乾燥地帯に生えているものばかりです。熱帯雨林に生えているアガベももちろんあって、そういうのはちょっと若干管理の方法が違うんですけど、まあ、どちらかというと観葉植物的な扱いをしなくちゃいけないんですけど、まあ、砂漠とか乾燥地帯に、まあ、自生しているアガベに関しては本当に管理は楽かなと。これがなかなか見た中で良さそうですね。このトゲが結構いい感じだと思いませんか。はい、まあ、そんな感じでね、ビギナーにとって成功体験を積み重ねることができるということなので非常におすすめかなということですね。でその中でもこのホリダはどういうタイプなのかなということなんですけど、まあ、正直私もちょっとあまり詳しくないので、まあ、詳しくはウェブへと、まあ、Google などで、まあ、Google 先生がねやっぱりかなり詳しく教えてくれたり、まあ、Wikipedia 先生とかそういう先生がウェブ界隈にはいらっしゃいますので、そういう先生方の知恵を拝借して知識を深めるということがいいかなと思いますね。他にもね様々、まあ、日本のサイトでそのこういう若干マニアックというかね、こういう珍しい植物をまとめて紹介しているサイトも、まあ、なくはないんですけど、やっぱり欧米のサイトが結構情報としてはね、まあ、客観的な情報で、なおかつその、なんていうんですかね、ファッション持って管理されてる方もいっぱいいるので、まあ、そういうサイトが勉強になるかなと思いますね。はい。じゃあ、あとは、まあ、ひたすらやっていくということなので、これなんかほら、発根してますね。発根ね、新しい。まあ、こういう古いところはもうほとんど使われないと思うんですけど、こういうのがやっぱり生えてきて成長する。じゃあ、まあ、あとは本当に同じことの繰り返しなので、ちょっと割愛して、後でちょっとまとめの植え付けの終わった後の様子を見てもらおうかなと思います。ということでホリダは、ちょっと置いておいて、ちょっと次にね、ピンチラという聞き慣れないアガベをご紹介します。先ほど申したようにペンキタイプのアガベということで、まだねその特徴は出てないんですけど、まあ、この葉にね、まあ、笹の雪と同じようにこう白いペンキ模様が、まあ、成長にするに従って、しかもかなりド派手な柄が出るということで期待の、まあ、アガベということで、ちょっと結構前からね注目して育ててみているということですね。これも同じく2019年の4月ですかに種をまいて、2年と少し経っている、未生苗ですね。はい、じゃこれも枯らしていきましょうか。これはね、本当にまだ論文が書かれて、主として独立した種として、登録されてから日が浅いんですよね。で、やっぱり笹の雪系なんで、こじんまりとまあ育つかなというところと、やはり寒さにね、結構強いんだろうなというような、まあ、美点があるかなとですね。じゃあ、ちょっとどんどん見ていきましょう。これもあったすごい量ですね。これもおそらく100粒ぐらい巻いての今と。2年間放置すると、それなりに大きくなるんですね。まあ、これをね、とにかく増やしたいなと、前から思って、まだおそらくね、標本になるような大きな株っていうのは日本に入ってきてないと思うんですよね。自生地の写真とか見ると本当にね美しいんですよ。まあぜひ一度 Google 先生で Google の、まあ、画像検索など見ればね、自生地の現地株ですかね、自生状態がわかるので、まあ見ると本当息を飲むようなね美しさで感動するかなと思いますけどね。これもやっぱり40本抜きましょうかね。選抜して残りは寄せ植えというような感じでやりましょうかね。でまあとにかくこういう感じで抜いていくとね、根がこういい感じで育ってますね。もうね、まず行きましょう。どんどん時間がないし、やっぱりもう暑くなってきましたね。今多分もう9時過ぎ10時近いんですけども、暑いですね。こういう感じでね育ってますね。結構ねいい感じで、はい、どんどん行きましょう。じゃあね、あとは同じ作業の繰り返しなんで、また今度は植え付けのシーンにちょっとスキップしたいなと思います。
ということで、アガベの、アガベですね、アガベのピンチラってやつを、ちょっと、まあ、さっき、まあ、抜いてたんですけど、抜いて、まあ、根を整理して、まあ、選抜してということで、選抜したものはね、まあ、植えました。植え方はね、先ほどのアガベのホリダと同じなので、そこはちょっとすっ飛ばして、ピンチラの、これはね、ちょっと選抜漏れしたような苗ではあるんですけど、これをまあ、綺麗にね、抜いて、まあ下葉を全部枯れてるものは全部整理をして、根も整理したと。でこいつをね、まあ、せっかくなので、寄せ植えに、まあ、していこうかなというところをちょっと見てもらおうかなと思います。それではやってみましょう。で、まあ、こういうね、ちょっと見えてるか分かりませんけど、ちょっと端からやっていきますね。バランスを整えながらこういう感じで穴を開けて入れていくということで、ちょっと間隔がねどれぐらいになるのかちょっと置きましょうか。まずはどれぐらいの配分が正しいのか、ね、こういう感じで結構数があるんで、うまくやんないと場所によって過密になったり、あるいはスカスカしちゃったりとかっていうこともあるので、最初にちょっと最終形をイメージして並べてみましょうか。で先ほどあのピンチラをまあ、選抜したんですけど、まあ、選抜はしたんですけど、正直ねあのまだこのサイズでその将来のペンキの状態がどうだとか、そういうのはちょっと全然わからないので、まあ、正直あのサイズでね選びました。ある程度のいいサイズになっていればそれは残そうということで、あまり縮こまってる苗とか、まあ、成長が良くないようなものをまあ除くというような感じで選抜しました。ただあのやっぱ小さくても特徴が出てくる可能性もあるので、まあ、全部をね捨てる、例えばこういうような苗はあのちょっといじけちゃってますし、まあ、将来性もそんなにないかなということで、まあ、処分すると、大体こんな感じでしょうかね。おおよそ大体、まあ、均等にできたかなというところで並べられましたので、あとは植え付けていきましょうか。ちょっとこんな感じですかね。まあ、こんな感じですか。なかなか砂場で遊んでるみたいなそんな感じもいますが、まあちょっとこういう感じで均等に、これで均等にいきましたか。でこれで植え付けていきましょう。で穴を開けて、まあ、差し込むというような感じですね。用土は基本的に同じ、みんな同じですね。まあ、水はけのいいというか、まあ、普通の観葉植物とか、そういう植物ですね。まあ、特段アガベのに特化した砂っていう感じじゃないですね。まあ、とにかく何度も申しているように、まあ、とにかくアガベは強いと、マッシブなので用土を選ぶなんてこと全然ないので、まあ、何でもいいかなと思います。こんな感じですかね。こういう感じ、本当にね、もうちょっと互い違いにした方がスペースがここにもしかしたら使えたのかもしれないですけど、まあ、後の祭りってやつですよね。祭りの後、祭りの後っていう曲も、まあ、名曲ですよね。フォークの曲、祭りの後ということで、こんな感じです。さすがに慣れてきましたかね、作業がね。どんどん入れていくと、こういう風にやってますけど、別にこれこのやり方で正しいのかどうかはよく分かりません。一応こういう感じでやってみました。あとはね、水をたっぷりあげて完成かなと思います。はい、ということで、アガベを2種類植え替えてみました。2年ぶりの、植え替えということで、どうだったでしょうかね。根を、まあ、抜いて根の状態を見てもらったり、まあ、植え付けの実際を見てもらったりして、まあ、結構好きな人は好きかなと思いますけど、まあ、こういう感じでね綺麗に植え付けができました。で今後は、まあ、アガベはね強いんで、まあ、もう水やりも今日から少し上げて、ちょっと、まあ、1週間ぐらいはちょっと少し日陰に置きつつも、もう夏の間は直射日光でガンガン育てて、もう一回り二回り大きくしていこうかななんて思っています。はい、で今回の動画は以上なんですけど、次はどうしましょうかね。もう今ね夏、梅雨が明けて暑いですね。もうねちょっとやっぱりこの真夏になると園芸作業が若干滞るというか、まあちょっとサボテンとかはねいじれない時期かなとも思いますね。なのでまあアガベとか、あと何ですかね、まあ、ユーフォルビアとかそういうのですかね。とにかく暑さに強い、まあガガイモとかいいかもしれないですね。ああいったものをいじるとかって感じですかね。また何かね見たい場があればリクエストをしていただければ対応できるか分かりませんけど、まあ、またやっていきたいなと思います。で、ね、今週末から、まあ、オリン
オリパラオリンピック始まるみたいですね。どうなるんですかね。まあ少し4連休でしたっけ、なんかあるみたいで、オリンピックの都合でなんか休みが連休になってるということなんで、まあちょっと時間が取れそうではあるので、またなんか動画を連休中に1本ぐらいねかななんて思っています。それでは本日はご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。そして忘れてはいけないのがチャンネル登録ですよね。この辺にね丸いのが出てくるんで、出てきたら、まあ、クリックということでご協力いただければと思います。励みになりますんでね。はい、ということでまた次回お会いしましょう。アディオスアミゴス。